ガンナー・ミルトン・ハンセンは、アイスランド・レイキャビーク出身のアメリカ合衆国の俳優、作家。身長193センチ。悪魔の生贄の巨漢の殺人鬼レザーフェイス役で有名。グンナル・ハンセンとも表記される。5歳の時、一家でアメリカに移住。メイン州、テキサス州を転々とする。高校時代は、アメリカンフットボールに打ち込んでいた。 テキサス大学オースティン校卒業。さらに大学院で英語と北欧文化を学んだ。大学院終了後、オースティンで悪魔の生贄への撮影が行われることを聞き、オーディションに参加、殺人キレザーフェイス役に選ばれた。映画は大ヒットしたが、その後俳優を休業してメイン集で作家活動に専念した。よって悪魔の沼や、 サランドラへの出演依頼が来たもののこれを断っている。出演映画はもっぱらホラー映画が中心で、中でもチェーンソーと縁のある映画には、悪魔の生贄を含めて4本出演している。2015年11月7日、ベイメイン州にある自宅で、水臓癌により逝去。68歳没。本シリーズのレザーフェイス役者たち、レイキャビクホエールウォッチング、マサカー公開時。 ハンセン演じるペートゥル船長が、シーシェパードの代表ポール・ワトソンに似ていると話題になったが、監督のユリウス・ケンプは、いえ、全く意図していませんでしたが、確かによく似ていますね。でも、ポール・ワトソンはアイスランドでは歓迎されません。と答えている。ありがとうございます。